埼玉県福岡市立安田中学校長本間欽一第17407号。飯田優衣。はい。富山仁太。はい。市川太一。はい。岡田美優。はい。岡村くるみ。はい。小川陸人。はい。金子翔平。はい。木村真央。小倉大輝。はい。小坂雄王。谷間朝日。はい。すぐま忍。はい。翔太。はい。西村ヒロ。はい。木王子ルカ。はい。長谷川アルマ。はい。長谷川ここね。はい。早坂あすみ。はい。日々ほのか。はい。藤井彩乃。
塩塚ここね、はい、本間愛、はい、森谷達也、はい、山崎ゆな、はい、和田恭平、はい、同じく5組、相田春香、はい、麻子美奈美、はい、石塚ひなた、大内エリカ、片山翔、はい、川澄啓太、はい、川美希、はい、木村宏司、はい、工藤相馬、はい、坂井ノア、はい、佐藤梨沙、はい、佐野由衣と、はい、猿田悠馬、はい、鈴木純正、はい、鈴木ひなた、歩む、はい、玉沖指導、はい、徳永陽太、はい、友寄せ青葉、はい、野口理央、はい、橋本美代、はい、
長谷尾真一。はい。勝貝結城。はい。日高大輔。はい。福井明人。はい。福田彩乃。はい。古澤明美。はい。丸山翼。はい。三浦翔。はい。木村尾日和。山根あゆた。はい。山本萌え。はい。吉岡直央。吉田バカニ。吉野春人。はい。渡辺真子。はい。同じくロック浅野ケイト。荒井美濃。はい。飯塚恭一。はい。岩崎拓海。はい。田春樹。小野寺正樹。はい。神楽和樹。はい。勝野翔平。はい。金田志央。菊池浩二。はい。木村リーチ。はい。高崎ノア。はい。
天心。はい。近藤拓海。はい。斉藤安。はい。佐々木隆成。佐藤佳音。はい。清水みのり。はい。白石亜紀。はい。白鳥かなで。はい。高木大和。はい。高田未来。はい。田口翼。はい。白田聖羅。はい。豊田カノン。はい。長谷美和樹。はい。原理央。はい。福田美晴。はい。前田真由。はい。松村優斗。はい。マナロ最高ルンバ。はい。モリアルナ。はい。渡辺コノハ。渡辺沙耶。はい。渡辺隼人。はい。卒業証書渡辺隼人。右の者は中学校の課程を卒業したことを証する。令和4年3月31日、埼玉県草加市立安田中学校長本間君第17516号。
卒業生224名。校長しきり着席。しきじ日一日と暖かさが増し、校庭の桜の芽も膨らみ、春の訪れを感じさせる今日の良き日、八塚中学校第75回卒業証書授与式が挙行される運びとなりました。224名の卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。入学してから3年間勉強に、生徒会活動に、部活動に一生懸命取り組み、そして活躍し、学校生活の中で学年、クラスが一致団結し、心を一つに活動している皆さんの姿は、本校の校訓である文武両道の気概に満ちており、皆さんの姿は必ずや本校の良き伝統として後輩に引き継がれていくものと確信しております。またコロナ禍にあって、さまざまな制限がある中での取り組みも成果を上げていました。体育祭や2年ぶりに開催した合唱コンクールでは、最上級生として手本を示してくれました。部活動での活躍も目覚ましく、多くの部活動が上位の大会に出場しました。修学旅行の代わりとなったディズニーランドの校外学習では、宿泊することで仲間意識が強まり、良い思い出となったことと思います。制限があっても一生懸命に取り組んでいる皆さんの姿は堂々としていて立派でした。後輩はしっかりと皆さんの姿を見ていると思います。皆さんは本日をもって本校を育ち、4月からそれぞれが選んだ道を進みます。ぜひとも充実し発展できる将来であってほしいと思います。さて10年後、皆さんは25歳、全員が何かしらの仕事をしている、もしくはしようとしていると思います。その25歳までの10年間に、世の中はどう変わっていくでしょうか。未来の社会は予測することができない時代が到来するとされています。IoT、ロボット、人工知能の時代です。今ある多くの仕事は人間に代わって人工知能やロボットが行うようになると言われています。しかしそれらをどう活用するのか、どんな使い方が適切なのか判断し、プログラミングし、コントロールするのは人間です。その時代を生きていくためには、私は2つのことが大切になると思います。1つは志を持って学び続けることです。学ばない人は不平不満を言い、学ぶ人は希望を語るからです。学問から学ぶ、出会った人から学ぶ、体験から学ぶ、何でも吸収しようと学び続けることで自分自身が成長します。学び続けることで自信が持って道が開けてきます。
分にとって正しい道を選択するためにも大いに学んで自分の力としてほしいです。二つ目は豊かな感性と思いやりの心を持つことです。相手の立場になって物事を考えられること、一面的に見るのではなく多方面から見ることができること、また自分を大切にするのと同時に他人も尊重し認め合っていくことができること、これは人間尊重の精神にも通じるもので、人が人として生きていく上で最も基本になるものだと思います。どんな困難な時代であっても志を持って自らの道を切り開いていってください。皆さんが活躍する社会では一人一人が大切にされ、潤いに満ちた明るく平和な社会となっていることを願っています。保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。お子様たちはこのように立派に成長し本校を育っていきます。未来に向かっての新しい門出を心からお祝い申し上げます。これまで本校に対して深いご理解、多大なるご協力をいただきましたことに厚くお礼申し上げます。それでは八塚中学校第75期卒業生224名の限りない発展と今後の活躍を願い式辞といたします。令和4年3月15日、草加市立八塚中学校長、本間欽一。お祝いの言葉、草加市教育委員会、小沢直久様、お願いいたします。今日の良き日にめでたく卒業を迎えた224名の皆さん、総合教育委員会より応援の言葉をいただきましたのでご応援させていただきます。本日ここに中学校3年の全課程を修了し卒業される皆さん、ご卒業おめでとうございます。新型コロナウイルス感染症は昨年の9月30日に緊急事態宣言が解除されて以降も未だ収束の目処は立っておらず、今もなお世界的な流行を見せています。コロナ禍においては感染症対策の徹底が必要不可欠であったため、日々の授業をもとより今年度も修学旅行、体育祭や合唱祭、部活動の大会などが中止となったり制限をかけての実施となったりしました。仲間や保護者の方々の声援の中で自分の可能性を発揮する最高学年の姿を夢見ていた皆さんの気持ちを思うと本当に胸が痛みます。早くこれまでの生活に戻りたいという気持ちはあると思いますが、多くの方々が
感染症対策を講じながら、新しい生活様式の中で自分たちができることを積み重ね、未来に向けて安心して生活できるように行動しています。皆さんも未来を見据えながら、本日の晴れの日を一つの節目として、新たに始まるそれぞれの未来に向かって希望の一歩を前向きに踏み出してほしいと願っております。そこで今後の未来社会において、皆さんがさらなる成長を遂げるべく、新たな価値を見出そうという言葉を送ります。昨年90歳を迎えた真鍋淑郎さんがノーベル物理学賞を受賞しました。真鍋さんは幼少の頃から気象に対して興味があり、小学校時代から日本は台風が来ないと雨が少ないなどと同級生に語っていたそうです。真鍋さんがノーベル物理学賞を受賞したのは、地球の気候変動予測についての研究によるものです。50年以上前に世界に先駆けて発表した、二酸化炭素が増えれば地球の気温が上昇し、地球温暖化につながるという研究成果が基礎になり、世界における地球温暖化や気候変動の研究が進みました。マランベさんは長い年数研究にかけられる情熱の源をこう語っています。外に出て気候がどうなっているかを肌で感じること、何にでも好奇心を持つことが肝心だ。今後の未来社会は予測が困難な時代が到来すると予想されています。ぜひ皆さんも真鍋さんのように好奇心を持ち、自分が興味関心を持った事柄に積極的に取り組む中で、想像力を発揮し、これまでの概念にとらわれない新たな価値を生み出していってほしいと願っています。最後になりましたが、卒業生を美しみ育んでこられたご家族の皆様、いつも子どもたちを見守り支えてくださった地域の皆様、3年間温かくご指導いただいた校長先生をはじめとする教職員の皆様に心から感謝を申し上げます。さらに新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けて多大なるご理解とご協力をいただいたことに重ねて感謝を申し上げ、お祝いの言葉といたします。令和4年3月15日草加市教育委員会、来賓紹介。ここで本日ご臨席賜りました来賓の方々をご紹介いたします。草加市教育委員会、小沢直久様。はい、ありがとうございます。同窓会副会長、佐藤久美様。
営協議会会長森隆夫様。PTA 会長吉岡幸男様。はい、おめでとうございます。以上でございます。祝電披露、ここで祝電をご披露させていただきます。皆さん、ご卒業おめでとうございます。この3年間、勉強や部活動に励んでこられたことと思います。中学校での思い出を胸に、大きな夢と目標に向かってしっかりと自分を見つめ前進してください。皆さんの大いなる活躍を期待しております。草加市長、浅井正史様。中学校ご卒業おめでとうございます。いよいよ皆さんは義務教育を終え、今まで学んだ多くのことを胸に新たな一歩を踏み出します。今日の卒業式はゴールではなく、次に向かうためのスタート地点です。新たなステージに向かって常に向上心を忘れず、目標を持って大きく羽ばたいてください。保護者の皆様、お子様の新しい門出にあたり、心からお祝い申し上げます。草加市議会議長、井出大樹様。その他、多くの方々に祝電をいただいております。その祝電に関しましては、2、3年生の昇降口に掲示しております。同窓会より、記念品贈呈。同窓会を代表されまして、同窓会副会長、佐藤勇様、お願いいたします。卒業生代表、鈴木純生。はい。おめでとうございます。同窓会への入会を心より歓迎いたします。卒業生の言葉、卒業生代表、榎本風雅。はい。香崎ノア。はい。お別れの言葉、温かな春の
の陽気に包まれる本日の6時、新型コロナウイルスが流行する状況下にもかかわらず、保護者や来賓の方々のご認識を賜り、卒業式を行っていただくことに、卒業生を代表して心から感謝申し上げます。桜が咲き誇る中、真新しい制服に身を包み、中学校生活への期待に胸を膨らませた3年前、それからの日々は過ぎてしまうとあっという間で、思い返すとかけがえのない日々でした。1年生、初めての校外学習は、私たちの笑い声や歌声が響くバスで出発し、木更津の海岸で潮干狩りを楽しみました。2度目の校外学習のフリーレイズでは、仕事というものの厳しさと、そこから得られるやりがい、働いている人へのありがたみを実感する体験でした。まだ先のことだと思っていた進路選択について、少しずつ考え始めたのもその時からです。中学校生活に少しずつ慣れてきて、新たな学年へのステップを踏み出そうとした矢先に起きた一斉休校、突如訪れた学年の終わりを惜しむ暇もなく、自粛期間の不安とともに自宅で過ごすこととなりました。そのような中迎えた2年生の始まりは分散登校で、隣の席が空いた状態での新しいクラスの日々でした。不安がなくならないままのスタートでしたが、時間を共有するとともに、新しい友達との仲も深まり、学校に通える喜びが増していきました。初めて先輩という立場になったことも、部活動や生徒会活動により一層熱心に励むきっかけとなりました。コロナの影響で多くの行事が中止となりましたが、スポーツ祭や川越の遠足など、先生方は本来できるはずのなかった行事を企画してくれました。川越では美味しいスイーツを食べ歩きながら、埼玉県の文化と魅力に触れることができ、準備をしてくれた実行委員のみんなにも感謝の気持ちでいっぱいです。そして迎えた最高学年、引退を迎える部活動やそれぞれの目指す進路に向かって努力しました。最後の体育祭や合唱祭にどのクラスも全力で真剣に挑むからこそ、クラスや学年の仲間との絆もより一層深まりました。楽しみにしていた修学旅行の中止は残念でしたが、初めての修業地で訪れたディズニーランドでは、受験のプレッシャーも忘れ、夢のように楽しい時間を過ごすことができました。私たちが楽しく充実した3年間を過ごせたのは、多くの人の支えがあったからです。この場をお借りして感謝の気持ちを述べさせてください。私たちのことを一番に考え、たくさんの経験をさせてくれた先生方、進路に向けて親身になって相談に乗ってくださったこともとても感謝しています。ありがとうございました。私たちを愛し健やかに育ててくれた両親、私に嬉しいことが起こると自分のことのように喜んでくれて、困ったことがあれば話を聞いてくれて、受験に向けた緊張の日々も最後まで応援し続けてくれました。父さんお母さんのおかげで力を出し切れた私たちは、中学校での3年間を笑顔で終えることができます。どんな時も味方でいてくれて、支えてくれてありがとう。そして3年間共に歩んだ緑学園のみんな、みんながいたからこそ楽しい学校生活を送ることができました。私たちは、私たちがこれから、自分の道を歩んでいきます。
かったことを胸に抱き、ご説明しておいきます。本日はこの素晴らしい式を伝えてくださり本当にありがとうございました。令和4年3月15日卒業生代表講座の榎本風花。卒業生の歌、旅立ちの日に浅野圭人、バンド、飯田結衣、Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
的なことが以上をしまして、令和3年度福岡市安田中学校第75回卒業証書授与式を提出いたします。一度礼。ご参加ください。Kanina kumukumpas. Wala ko yun. Kumukumpas ng kanta kanina. So tapos na, nakita ninyo, mga naka-sleepers kami. Pumapasok dito sa loob. Tapos ganito, ganito lagi guys ang graduation dito. Tapos na. Tapos din, actually ito yung school nila. Alam niyo ba dito, school dito sa Japan. Eh talagang malaki ang ano para sa mga sports. Yan, pag mga soccer. Saka may basketball din. あ、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 
So, ito yung school nila, guys. Ayun, laki no, diba? Laki, diba? Dito siya nagsasakay ang anak ko. Alam niyo ba, ang anak ko lang ang nagsakay na babae dito. Mag-isa lang siya. Tapos may basketball court din. Ito yung school nila, guys. Ayun na tayo. Natapos din. Nakita niyo kung gano'ng mag-ceremony dito. Yung ceremony ng graduation. Di ba laki na school nila, no? Actually, i-re-renovate na yata to, naka-ano na. Kasi medyo
etong ano nila hall, medyo yung ganapan ng graduation or events, medyo ano na, medyo luma na. Yung talaga yung mga school dito sa Japan, may mga space talaga para sa sports. Lahat ng school na makikita ninyo, talagang malaki ang school. At saka kukunti lang ang bata. Nakita ninyo kung gaano laki konti. Junior high school 'yan, guys, junior high school. Magka-high school na sila. Nakaka-proud kasi yung anak ko yung kaninang kumukumpas pala ng kanta. Siya pa, hindi niya sinabi sa akin na ano siya. Yun siya yung pinili na ano, magkukumpas. Lagi siyang kinukuha ng magkumpas eh. Ano ba tawag doon? Yung nagkukumpas ng kanta. Walang ano, picture. So, eto guys, yung screen nila. Eto. Ayan. Tapos, eto yung basketball court yung pag ginagba-basketball. Tapos, dito ginanap guys, yung ano, yung screen nila. Ay, yung ano, yung kanina-kanina yung graduation ceremony. Ayan, dyan. So, may mga hall sila para sa event, guys. Inano ko muna, baka mapalo kasi ako, baka mapagalitan ako. Nabigyan pa ng ano? Ano si Kato? Binigay. Ayun. Magka-high school na yung anak kong babae. So, ayito yung school nila. Ayun. Thank you guys sa mga ano na. Tama ko gano'n naka-ayos kasi nagmamadali ko kanina. Grabe kasi inatid ko rin yung asawa ko, namatay kasi yung kapatid niya. Ito ang kanilang school. Ayan o, punta na sila doon. So, ang laki ng school nito, meron pa sa likod guys. Ganyang kalaki ang school dito sa Japan. Talagang. Tsaka hindi nila sinesemento. Puro lupa yan guys. Hindi naka-semento. Para siguro pag bumagsak hindi masakit. Ganon siguro. Lahat ng school nila hindi nila sinesemento. Kasi nga di ba mga sports. Kinaganap yung sports nila. Ang basketball. Tapos dito nagsasoccer sila. So yung anak ko lang babae nagsoccer dito sila mag Arigato gozaimasu. Sakit ng paa ko. Hindi sakit ng paa ko. Lumuwag na yung damit ko sa akin. Grabe. Naka-formal ako ngayon guys. I'm a teacher today. Hindi ko na-rebound yung buhok ko. Ito nila. Arigato gozaimasu. So, ayan, naka-bike lang ako. Mga naka-unbike lang ako dito. Aray ko. Alam nyo, guys. Kasi nga, nagbabike ako. Tawag dito. Yung shoes ko, yan, nakatakong ako. Ayoko kasi nagtatakong na nagbabike. So, nagdala ako ng rubber shoes ko. Siguro nung pumunta ako dito sabi nila Andre, naka-rubber shoes. Ako lang yata naka-rubber shoes. Ay, ano ba ito? Tali. So ayan, nag-rubber shoes ako guys. Pag ano, nagbabay kasi diba? Ayoko nung ano. Ayan. Bonggam-bongga. Sapatos ko. Rubber shoes ako? Ako rubber shoes.
Sabi ng asawa ko, huwag ka masyadong magpaganda ha. Huwag ka masyadong mag-makeup, huwag ka magpabango. Ay, hindi na ako nag-ayos. Masyadong huwag ka masyadong matutodong mag-ano ha, mag-makeup, sabi sa akin. Hindi na ako nag-ayos. Bahala siya. Ang arte. Huwag ka masyadong magpapabango. Hindi na nga ako nagpapabango kahit may mga pabango ako. Hindi na ako nagpapabango. Lotion na lang yung pabango ko. So, madami talaga guys dito na pag-graduation. Okay, ko lang ito. Makakagluto. Man kaya ulamin namin tahalin. Pisa. Yan, salamat po sa mga bumati. I-replay ko na lang. Sana maraming manood. 1 hour. Bye-bye. Thank you.